なんかこう、他の先輩の話とかで言うと、はい。森重選手とかはまた違ったタイプのなんか優しいお兄さんに僕から見えるんですけど、ああ、でも、はい。そうだと思います。あ、なん実か、際に。はい。背中でチーム引っ張っていくタイプですね。なんか個人的に会話とかされます？個人的な会話、そう、結構、はい。試合中も、右サイドバックやってた時は、何度か横にいてプレーした時もあったので、やっぱ、偉大さを感じましたね。それははい。どういうところですか？それこそ、守備の立ち位置だったりとか、ディフェンダーの初心者だったので、全然もう立ち位置も何もわからない時に一言言ってもらえただけで、試合中だったんですけど、それだけで全然プレーの幅というか、あ、これで背後取られなくなったみたいなのがあったんで、あ、すごいなって思ったりもしましたね。はいはい、やっぱそこはあれなんですね。やっぱそういうコーチングとかこう内側にそういう指揮官的な人がいると全然安定感は変わるんですね。そうですね。すごいと思います。貫いた自分束の間のキング。